おはようございます。今日はですね、もう有酸素も終わって朝ごはんも食べて、今日もまた2時からパーソナルトレーニングを入れてるので、それに行ってきます。で、パーソナルトレーニングの後に大会で使うアクセサリー、イヤリングとブレスレットですねを調達しに行ってきます。すごいギリギリになっちゃったんですけど、お店を教えていただいたので、そこにちょっと見に行ってみようと思ってます。昨日今日、まあ今日はかな、今日はすごいなんか空腹を我慢できるというか、まあだいぶ本当にこのサイクルにちょっと体が慣れてきたっていう感じなのか、なんか今までみたいにもう食べたい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 、お腹すいた食べたいってならなくって、朝有酸素行って帰ってきてプロテイン飲んでちょっと落ち着いて、で朝ごはんを食べるってことができました。朝ごはんはいつも通り鶏肉 100g とさつまいも 60g で食べたんですけど、を8時ぐらいに食べて、今10時くらいなんですけど、まだちゃんと落ち着いてます。でその間にいろいろやらなきゃいけないことやったり、しんさんにアドバイスいただいた当日までから当日の流れをこのねノートにまとめたので、これを読み返して復習したりしてます。だいぶ精神的に安定もしてるので、ちょっと体作りとか減量のことばっかりじゃなくて、日常のこととか、あのフリーランスとしてやらなきゃいけないこととかも、もうねあと3ヶ月で今年も終わるので、ぼちぼち進めていこうかなと思ってます。やっぱこの何か作業に集中してると空腹も紛らわせるっていうか、果たして本当に空腹なのかっていうとこなんですけど、空腹って人って2つあるらしくて、本当の空腹とあの脳みそが発信してる嘘の空腹っていうのがあるらしくて、本当の空腹は本当にもう体が枯渇してる状態だから栄養を入れなきゃいけない状態なんですけど、なんかね脳みそがね、あれ食べたいよこれ食べたいよって発信する嘘の、 あの空腹状態空腹感っていうのもあるらしくって、多分その現代人は豊かだから、その脳みそがなんか食べたいよなんか食べようっていう発信をすごいしてくるんだと思うんですよね。実際私もね、美味しいものたくさんやっぱり知ってるわけだし、最近なんてもうコンビニスイーツも美味しいわけだし、美味しいものが溢れてるから、やっぱあれ食べたいこれ食べたいってなるんですよね。その欲がちょっと落ち着いてきた気がします。だからこの減量にやっと3ヶ月半かかってやっと慣れたのかなって感じです。そんなわけで今日も一日頑張っていきましょう。今日を乗り越えたら明日はハイカーボデー、明日は白米を食べられるのでたっぷり食べていこうと思います。では今日も一日頑張りましょう。
そんなわけで散々な一日でしたが、今日も充実した一日を過ごしました。明日はハイカーボで白米が食べられるので、それを楽しみに早く寝たいと思います。では皆さんも良い夢を。また明日。